昼間特割切符昼間特割切符は西日本旅客鉄道が発売していた特別企画乗車券である。発売駅の自動券売機では昼間特割回数券と表示されていた。2018年9月30日をもって発売を終了した。普通運賃と比較して割引率が高く設定された回数券タイプの企画乗車券で、 6枚を一組として販売されていた。JR では珍しい利用可能時間が限られた自社回数券であった。大人用のみの設定で小児用の設定はないが1券編につき小児2名の乗車が可能であった。普通乗車券と同切符1枚あたりの価格等比較した場合、大阪北、伊丹間は普通運賃320円。 当切符は170円、倍で、割引率46.875%、京都大阪間は普通運賃560円、当切符350円、倍で37.5%などとなっていた。払い戻しは、全県辺が未使用かつ有効期限内に、限り可能だが、手数料220円が必要となる。1枚でも使用すると払い戻しできなかった。 以下の路線において複数の区間のものが設定されている。同区間の新幹線には乗車できない。設定の詳細は JR のウェブサイトなどを参照。発売は設定区間の発着駅に限られており、待機を発着する区間の切符は発売していなかった。また旅行会社など駅以外の箇所では一切発売していなかった。 大部分の区間は単駅の発着として設定されていたが、以下の例外があった。もともと私鉄との競争において大きく、水をあけられていた、日本国有鉄道大阪鉄道管理局が、1983年に打ち出した対抗策であり、JR 西日本にも継承された。例えば、大阪三宮間の運賃を比較した場合、2014年時点では、 JR の通常、片道運賃が410円、阪急電鉄と阪神電気鉄道の通常、片道運賃が320円と差があるが、当キップでは一枚あたりの値段が270円と、大幅に安くなる。なお、当時でも、地鉄各社も、自作回数券や、土休日回数券などを発売していたことから、土曜、休日は、各社の土、休日回数券などの方が、 割引率が高い場合があったことも合わせて、関西圏における JR と私鉄との競争例の一つとなっていた。こういった実態に対し、朝日新聞は東ップなどの普及が、関西圏における IC カード乗車券の利用率が、関東圏の半分程度に止まっていることと関連しているのではないかとの分析を報じた。この理由として同志は、 関西圏では東キップなどの回数券系の割引乗車券が普及しており、乗車時の割引がない IC カードの利用率が低い原因ではないかと分析しており、鉄道コンサルタントの指導、カオルの意見として IC カードを使った方がより便利でお得な仕組みにしないと普及は進まないのでは、との見解が紹介されていた。 2015年10月1日発売開始分より12枚綴りから6枚綴りへ変更され利便性が増進した。反面、発売価格の見直しや設定区間が縮小された。また、2018年10月から移行化による新たな近距離利用促進サービスとして利用区間や回数に応じたポイント割引制度である移行化ポイントサービスを導入。 これに合わせて、当キップは2018年9月をもって発売終了した。在来線の普通、快速、新快速などに利用できた。また、別途料金券を購入すれば特急列車なども利用可能であったが、新幹線は乗車できなかった。平日は午前10時から午後5時の間に利用開始する場合に限り有効で、 上記の時間帯に入場すれば当日中有効であった。なお、平日以外と特定期間については終日利用が可能であった。乗車区間の変更はできないため、県面区間外に乗り越した時は、当該区間の乗車券を別途購入する必要がある。ほか、途中駅で下車すると前途は無効となっていた。なお、複数の当切符や、 他の規格乗車券などとの併用も可能であり、着駅の自動改札機で同時に投入することも可能であった。また、移行下との併用も可能となっており、例えば入場時に移行下を使用し、降車駅の自動生産機で等切符を使った生産をすることも可能であったが、この場合平日は17時までに生産しなければならなかった。ありがとうございます。